はい。えー、それではね、あの、えー、さっきね、あの、歌を聴きながらやりましたけれども、えー、まあ、ビーボーイズムはシニフィアンとシニフィアンは綺麗に連鎖していって、で、ゴーモンキーの方はね、あの、意味がないっていうね、少なくとも私が解釈する分にはちょっと意味にたどり着けないなっていう感じで、あ父は、あの、ちょっとあの、不思議な動きをすると、後から来たものがね、遡るように、えー、前に来た意味が空っぽだったものに意味を充填、えー、するっていうね、あの、 直線的な時間は流れてないんですよね、あの中でね。あの不思議な、こう、舞い戻って何かを書き込むような動きをしているっていうね。で、えー、っと、で、精神分析ではね、そういうことに名前がついておりましてね、自己性って言うんですよね。自己性に関しては、あの、フロイトの時から言われている言葉です。フロイトの継承者たちがね、あの、特別に改造して作った理論というわけでもないんですけど、まあ、どんどん精密にされていくわけですけどもね。あの、で、 自己性っていうのはどういうことかっていうと、まあ、人間ね、いろいろ出来事がね、あの、ありますわな、こう、生きてればえ、嫌な思いだってすることあるし、え、あの、楽しい思い出だってあるし、でもやっぱり、あの、何なのかわかんないままのものってあるんですよね。で、何なのかわかんないものって、 っていうのはちょっと正確な言い方じゃなくて、何なのかわか,かんないものでも、あの、思い出せたりしますよね、簡単に。そうじゃなくて、あの、本当に意味を与えることができないと、どういうものだったのか全く把握できないと、人間ってね、簡単に思い出すことさえできないっていうんですよね。何か強烈な刺激が入ったにもかかわらず、えー、それに名前を付けることもできないし、把握することもできなくて、なんか簡単には、あの、想起することができない。簡単に思い出したり、えー、手に取ってしげしげと めたりするようなそういうななそいいい思出し方ができところが、あの、後に来る経験にと、あの、重なり、重なり合うっていうのはよくねえな、後に来る経験と関係を持つことによって、あの時のあれはそういうことあったのかってなって、急にね、あの、意味を持って、その時、初めて嫌な思い出になるとかっていうことがあると。初めて、あの、 なんか意味が自分には意味がわからなかったものが、あの、あれは嫌な思い出だったんだってなったりするっていうのがね。そういうこともあるんだっていうのが精神分析で教えるところなんですよね。まあね、あの、よくね、あの、フロイトがね、あの、こだわるのはね、あの、両親が、あの、性行為をしてる場面を見てしまった子供とかっていうのにね、あの、フロイトはこだわるんですけれどもね。子供には何が何だかわかんないんだろうっていうんですよね。そういう両親が性行為をしてる場面を見てもっていうね。でもやっぱり何か強烈なもの な何なんだこれはっていうねことも言えないほどに訳がわからないんだけれども何か強烈なものとして残ってである日突然あれはそういうことなのかみたいな、えー、意味を持ち始めてでその時初めて、えー、何かあのまあ傷になったりするっていうわけですよね心にとっての傷になってダメージになったりするって最初はふわふわ浮いてるんだっていうんですよねフロイトはねであの精神分析のその継承者たちがどういうふうにその考え方をねあの 受け継いでいったかっていうと、別にそんな両親の性行為の場面に限らずですよ。まあ、さっきのあの、歌を使ってやった例が、あの、その通りなんですけれども、なんかふわふわ浮いてんですよね。その人の心の中で。どこに位置づけていいか、どこのポジションにあ、あの、当てはまるかわかんないままなんだけれど、あるとき、ッっとなんか意味を持つっていうね、そういうことなんですよね。で、えー、っと、で、まあ、そのフロイトの継承者たちがそういう、 ふうに練り上げていくにあたって、そのソシュールの理論とかをね、あの、あの、大変、あの、重、重視したわけですよ。やっぱりシニフィアンはシニフィアン同士の連携関係、連携によって意味が立ち上がるんだっていう、このソシュールの考えが、ここで生かされてるわけですよね。ソシュールとフロイトを合体させて、それで初めてこの自己性っていう概念がね、あの、さらなる、えー、 重みを持ち始めてるわけですよ。この理論の中でね。で、あの、さっきね、あの、い、あの、三曲聞きましたけど、三曲をね、それぞれこう、えー、まあ、なんかあの、図にして表示してましたよね。まあ、また私は表示してると思うんだけども、今もね。で、あの図をね、あの、じゃあ、 縦,縦にね、あの上から下へ時間が流れていくような図でしたけれども、ちょっと横に、えー、な横に配置し直してみようと。あのえー、っと、あちちちみたいなね、あの時間を遡るさ、ま、遡って何かを書き込むような動きをこう横に、ね、配置してかあの書くと、こうなんか、あのこの,、えー、よ横,の横,横並びの図式だと、こう何かこう、 あの、家庭科の時間とかで私たち裁縫をやらされましたよね。針と糸でこう何かを、えー、何かを縫うっていうのを覚えさせられましたけれども、波縫いとかね、何とか縫いとかやりましたけれども、この横並びの時ね、この赤い矢印で表示してると思うんですけど、これがまるで、これがまるで何かこう、縫い付けてるようだっていう風に見えますよね。あの、 図としてね。で、それで、ラカンの言葉でね、クッションの閉じ目っていうね、あの、言葉があるんですよ。クッションの閉じ目っていうのはどういうことかっていうと、あの、まあ、クッションの中に綿が入ってますよね。で、綿が端っことかによっちゃわないように、えー、その、綿が、綿が動かないように縫い付けて止めると。で、そういうふうなものをクッションの閉じ目っていうんですけれども、あの、横文字でポアンドキャピトンとかっていうんですけれども、そういうふうに、あの、 さっきのね、あちちで言ったら、あの、意味のわかるね、フレーズが入ってきたことによって、遡る、遡ることが可能になって、遡って意味が書き込まれたわけですけれども、そうなんか、ここまでで、ここまでで意味が空っぽだったものに対して、こう、遡るような動きをする、その、重要なポイント、えー、 なんか特別なポイントね。その特別なポイント、まあ特別なシニフィアンと言ってもいいんですけれども、その特別なシニフィアンのことをクッションの閉じ目って言ったりするわけですよね。まあ特別な、まあシニフィアンまで言ったらちょっと怖いから、まあなんか特別なポイントぐらいに思っといてほしいんですけれども。でね、えっと、精神分析とそのまあ,あのソシュール的な発想の出会いなわけですけれども、これはね、そういうものを組み合わせて考えてて、さっきも言いましたけれども、あの、 フロイトの精神分析をこの授業の最初の方にやった時にヒステリーって言葉をやりましたよね。でヒステリーって言葉はなんかこの元々はこういう意味だったのに全然ずれてね、あの使われてますよねとか、あるいは精神病っていうのもね、みんな正しく理解できないまま使っちゃってますよねとかってね、話をしましたけれどもね、そういうね、あの専門用語がずれたままずれちゃって一般に普及してるって言葉ってめちゃくちゃ多いんですよ。で、ヒステリーもそうだし、あの精神病もそうだし、あとコンプレックス とかフェチとかもそうね。あの足フェチとかって言ったりするでしょ？あの足が好きな人女の人の足が好きな男の人を足フェチとかって言ったりするけど、あれ、本当は間違いなんですよね。フェチってどういうことか？って言うと、あのフェティシズムでね。あの物心崇拝。 って、日本語にするんですけど、物を神のように崇めるっていうね。だから、物体に、物体を崇めてる状態のフェチだから、フェティシズムだから、人間の体の一部を崇めても、フェティシズムにはなんないはずなんですよね。でも、フェチってね、もう足フェチ、手フェチみたいな言い方で使われたいね。あと、コンプレックスとかね、劣等感っていう意味で使ったりしてますよね、みんなね。もう、それは完全に間違いですよ。コンプレックスに劣等感っていう意味はないですよ。本来はね。 あの、複合観念って意味ですから、コンプレックスって。あの人のことが憎くて憎くてしょうがない、でもあの人のようになりたいとか、そういう感情をコンプレックスって言うんですよ。だから、自分は髪の毛がテンパでそれがコンプレックスでとか、自分は太っていて、そのじ太ってる体験をコンプレックスでっていうのは日本語として完全におかしいんですよね。 複合観念じゃないじゃんって、ただ嫌だなって思ってるってだけだよ、それはって話でね。で、前置き長くなりましたけど、トラウマって言葉ね、トラウマって言葉も本当にあの、おかし、おかしな状態、ずれたまま普及しちゃった言葉で、あの、トラウマっていうのはね、本当はね、あの、ドイツ語で傷って意味でね、で、あの、芸能人とかはね、私この経験がトラウマでとかってテレビで話してるでしょそれって、ちょっとおかしいんですよね。まあ、ドイツ語の傷っていう意味からは、 そんなにずれてないから悪くないのかもしれないけれども、あの、まあ、というかあれですね、あの、 ま、心理学とかの世界でトラウマって言ったら嫌な思い出とかストレスっていうのはそれでいいのかもしれないですけれども少なくともこの授業で目標としてあのジャック・ラカンという人の精神分析では単に嫌な思い出じゃないんですよ。芸能人が私その、その経験がトラウマでって語っててもそれはストレスとか嫌な思い出だろうって,ってそうじゃないんだよっていうね。まあ、ラカンの精神分析ではですよ。心理学とかではどうかわかんないけれども。で、前置き長いですけれどもどう、どういうものトラウマか。 っていうかっていうと、あの、意味を与えることができないものなんですよ、トラウマって。もう空白状態のもの、意味付けできないもののことをトラウマって言ってるわけですよ。純粋シニフィアンという発想はちょっとトラウマに近いんですよね。純粋シニフィアンはどこかトラウマ的と言えるっていう発想でね。で、 まあね、だから、なんか、や、嫌なものとか、嫌なものかどうかすらわかんないんですよ。ラカンラカンの言うトラウマってね。だってもう空白のままふわふわ浮いてるものだから、後から何かがやってきて、あれはそうだったのかってなって、初めてトラウマなんですよね。で、えー、っと、あと一回ぐらい動画を作ろうかな。短い、短い、あれが続いたからもう一本作った方がいいのかな ちょっと迷うところですが、この動画一旦切りましょう。えー、ここで終わるか、えー、もう一本ぐらい続くかわかんないです。もう一本ぐらい作りたいね。えー、一旦切ります。